こんにちは、ベンジです。シャンティの続きをやっていきます。今回はマウントポインティ、寒いところですねに行く道のりを行くんですけど、まずはちょっと戻ってハートを増やしてこようかと思います。ハートの器みたいな、雲で行けるところを一箇所知ってるんで、そこまでちょっと行ってきます。あ、待って、ここ雲で行けんじゃん。おもむろに猿になろうと思ってたら行けるよね。なんかあるよ、なんかあるよ。これは何がある？これ怖さそうだね。明らかに顔の形になってるもんね。合わせ技だよ。ドン！イエーイ。そういうことです。これは気持ち悪い魚がいるだけと。こんなところに、これも雲で登れそうな気はするよ。何これ。 This must be the elephant toad? This talisman will allow me to stomp in elephant form. エレファントフォームが強化された。あ、これ？ジャンプ中に下押すとドスンってできるようになった。ストンプ、ストンプ、スタンプ、ストンプ、ストンプ、ストンピングだね。へえ、これ雲かな、猿かな。一応雲で行ってみるか。そういうのもあるんだね。あ、雲ダメだ。え、ダメなんだこれ。まあ猿で登れっていう風になってるわな。あ、間違った間違った。湿気。難しそうだけどね。猿はね、可愛いけど操作は結構大変なんですよ。うい右よ、なんもない。ゲームオーバーだ。最悪。戻ります。戻ってきました。こっちでいいね。ここストンプやれって言ってんじゃないの？違うな。で、さっきイヤホンつけるの忘れてたんで、音がちょっと、ゲーム音が大きく聞こえすぎてたと思います。すいませんでした。上、気になるよ。あと、降りるときは猿で降りた方がいいね、こういうの。あんまない。ほっ。うわぁ、怖っ。どこなの？あ、ここも雲。お、え、ちょハートガスまで返さねえかな。よし、オッケー、帰ってよし。これ出たものを取ると湧いてきちゃうんだよね。よし、あ、下行ける。ここになんの？これもいけるよね。猿でいけると思う。よっ、ちょっとむずいけどね。お、ホタル。しかもたまたま夜になったからよかったけど、夜になってなかったらなんだここってなってた。で、今私はどこに向かってるんですか？うわ、なんか、おぉ、そいつは。ナイス、ナイス、あ、オッケー。うっ、お前誰だ。初めて見たの、今。よいしょ。あ、なんか、何で
上にはいけないよね。そんなん壊せる術を持ってないよ。ないね。え、戻るしかないわ。戻るのだるいから、これはね、これですね。ボロのとこだから、下上右左 BA。下上右。あ、ミスったね。下上右左。ああ。上右左。うえ、ミスる。なんで左ができない。 OK。 ワダタウン。いや、あ、入っちゃった。やかましい。風呂も入ることないでしょう。ちょっとしか入ってない。さらに左ね。でも今のあれ取れてよかったよね、多分。ゾウの能力が上がったわけだから。ちょっとそのあれだね、ゾウじゃない、クモでいけるとこはよく見ないとね。あ、うん、じゃあ次の目的地に向かいます。もともと行こうとしてたとこじゃないですけど、こっちもね、一番最初の方に行けなくて、まあ、後だなって言ってたんですけど、もうとっくに行けるようになってるんでね。無視してたけど。行くか。今でしょう。行くなら。はい、やってきました。久しぶり。あとさっき出てきた雲。ここら辺で普通に出てきてました。うわ。今、弾か。よいしょ。お猿さん。え？よし。よっ。はい、来ました。え？なんもない？なんもないなんてことは、多分ないんですよ。ここはね。わかってる。こういうことでしょ。ね、そういうことだよ。今行けるようになったんじゃん、ここ。ここはいいもんあるよ、きっと。え、何お前、敵？敵じゃない。なるほどね。え、違う。なんだお前。頭にヤギアンテナみたいなのつけてるけど。雲なってくる？雲が苦手とかない？ないね。なんだろうね。あれ行く？ダメ。じゃあ、なんか登れるんだけど、ここ。どういうこと？なんかバリア張ってんだな。せっかく見つけたのに。で、珍しくここあれだね、マップの行き止まりなんだね。じゃあ初めてマップの行き止まり。これで左も壊せるとかだったら嫌だけど、多分ないな。よいしょ。ここら辺。あ、わかった。この猿の制空性の悪さの理由がわかった。ジャンプしてて離しても慣性で移動しちゃうんだ。シャンティの場合は離せば止まるんですよ。その場にストンと落ちる。だから猿は
操作しにくい。あ、いや、これどうですか。壊せる。切り株は全部これで壊せんのか。そしたらもうダンジョンの数結構すごいね。こういう地下道。よいしょ。いるでしょうね。でもダンジョンをちゃんと制覇できてるところは少ないんだよ。ああ、ここも上壊せないよ。上は多分なんかのトランスフォームの技で壊せるようになるんじゃないかな。象で上を壊すっていうのはなんかちょっとイメージ湧かないね。猿か雲で上が硬くなるみたいな、そういうことがあるんじゃないかな。雲かな。雲が登るしかできないから。猿はもう万能だからさ。鳥？いや、鳥で上壊すのもなんかイメージつかないから、多分雲だと思う。雲のトランスフォームで、その特殊技能でね、どっかで覚えるな。はい、じゃあ戻ります。戻ります。進みます。あ、待てよ、ここも雲で登れるじゃん。よく考えたら。ちょっと邪魔しないでちょうだい。あ、ここホタルだ。わかったわかった。ここにホタルが夜になると出てくるから。ですから、まあ、今じゃなくて、いやー、まあもう戻っちゃったからいいや。ここだ。これは雲でしょう。いやー微妙だな。いけるよね。あっち。よし、オッケー。あったー。あとこれだ。2個目だね。で、ここ切り株なんで壊せますよと。二段構えとかね。え、壊せない。マジかよ。なんで？かわいい。あ、ばっ。お、ここを壊せた。壊せる切り株と壊せない切り株の見分けが全くつかねえ。全部やってみるしかないよな。半々くらいで今とこ。お、登れる。何があるかな。どこだ。初めての場所？え？なんか見たことある。あ、わかった。はあ、ここのショートカットができたんだ。え、じゃあ、あれだよ。上に岩がくっついてるとこって、逆側から行きゃはず、ああ、そういうことか。なるほどね。内側から壊すんじゃなくて、外側から壊せっていうことか。そしたらショートカットができるよっていうことね。はいはいはい。上に切り株があったのか。はい、ウォータータウンにやってきました。あれ？サッシュ買わなかったっけ？カフか買ったの？あ、わかんない。ちょっとね、寒いとこだっていうんでね。これを買おうかと。あの、嘘ですけど。スピンキックを結構よく使うんで、これ、買ってみようかな。ドリル。よし。ティアラ、高えな。エルボーダッシュ中に、フワイラルアタックをできるってやつね。さあ、見た目見てみましょうか。サッシュ。あ、腹についたね。
お、これだ。はあ、こいつは使えるよ。これ中に攻撃ボタン。ダルシムだ。昔ダルシムを使ってた時にこの攻撃を対応してたわ。アバサウス。よし、じゃあ行きましょうか。このチリーのチリーなんだっけ、マウントポインティー、ポインティー山を目指して行きましょう。あ、なにこれ、敵じゃないね。あ、話せる。 I love watching cute girls dance. お、 The more the better. ここで踊ればいい。一番キュートな猿になってやる。はい、どう見た。あ、罠。罠があって、いや、いや、無視だ。よし、こっからだ。未知の領域に。よいしょ。このワンコロは無視した方がいいな。別に、実害ないし。あ、なんだこれ。あ、こいつは。え、鎌倉だ。かわいい。こういうの象で倒すと。いいじゃんか。やっちゃうよ。また攻撃しないで。え？え？違った。やばい、あと一撃で死んじゃう。あ、でも滑んの。こいつもう無視。うわ、攻守ともに優れてやがる。エルボーダッシュ。あ、ね、あ、やばい。余計なことすんな。ああ、一匹は倒した。おいで。うわ、来ない。うわ、よし。ああ、張って、あと一発かな。よし。ああ、猿わあ、いや無理だな、猿では。あ、普通に、こうだ。あ、死んじゃう、死んじゃう。あ、セゴージャールってことは、ここら辺にダンジョンがあるんだな。ラビリンスがね。上か？上行けなかったら象で壊す。上っぽいな。うわ、罠。うわ、なんだそれ。え、いける？いけないよ。なに？滑んない術を知らない。試してないけど、なんだっけ。ああ、そうそう、雲だったら滑んないとか、あるかな。あったとしてもすぐ下につららがあったんで無理でしょうね。変身できない。どっか壊せるのさ。
目かな。おお、危な。やば。ああ。変身中に攻撃しやがるね。起きて破りで。プリキュアとかでも変身中は攻撃してこないでしょ。うわあ。え、最初から。でも最初からちょっと。え、お前誰だ。夜に狼に変身するってことか。やばい。いや、ほんと強いこの蹴り。いいよ。雪だからね、どっか。例えば、こういうとこ。こういうとこだったらもう見つけるの無理なんだよ。ゾウさんの出番だと思うんだ。それか滑んない術が何かあるかだよね。ここで試してみるか。いや、クモも滑った気がするな。滑るね。あとクモで登れるところをどっか見逃してるからね。こういうとこはクモで登れそうだけど。うわ、背景黒になってるとこが雲で登れるゾーン。ここ、あ、こんなところに。いや、でも、危な。どんどん進めるな。やべ。どうやってもいけないね。ちょっと左の方に来てみたんですけど、意外と進めちゃうんだよな。先にこっち行ってみるか。なんかまだ行くべきじゃなさそうな気もするんだけど、あっち側が行けないからですね。もしかしたらどっかで能力解放してからじゃないと、例えば滑んなくなるようなね、能力がたず、お、ま、え、あれ、地球は丸い説ある。地球は丸い説あるよこれ。わあ、みんな知らないと思うけど地球って丸いんですよ。地球が丸いとどうなるかっていうと、右端行くと左端に出るみたいなね、そういう意味です。うわ、やる。え、そういうことじゃない。同じ敵いるもんね。ああ、ああ、なるほどね。それはちょっと考えつかなかったわ。じゃあスカイはまあ結果的に嘘みたいにはなるんだけど、嘘ついたわけではない。ずっと東に行けば着くよって言ってただけであって、それを西から来たってことだな。いや、すげえわ。やっぱこのゲーム作った人天才だわ。いや、合ってりゃね、合ってりゃ天才だって思うわ。進めるしね。うわあ、こいつあんま相手にしたくないね。あ、狼状態でも強力なノックバックをするね。よし、猿だろうな。お、お、猿。 OK、かな。右と左に分かれてたら大体の人は左を選ぶらしいです。だから右が正解ってことが結構。うわ、来たよ。この下があれかな。でもさ、入れないの。
ってことあるかな。ないと思うんだよ。ほっ、ここがジジイのとこでしょ。そうだろうね。あー、なるほど。でもさ、ここ降りちゃったらもう戻ってくるのにまたあれやんなきゃないんだよ。あっちから来なきゃないんだけどなんで降りちゃったの。まあでも知らなかったからね、しょうがない。じゃあ行き方は分かったということで、いやーめんどくせえな。今回はここまでにしましょう。次回あっち側からまた回ってきてもうちょっと調べてみましょう。はい、ということで今日はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。動画は毎日アップロードしています。チャンネル登録は左上のアイコンまたは画面下のチャンネル登録ボタンからお願いします。このゲームの再生リストは右上のサムネイルから飛ぶことができます。チャンネルページでは他にやったゲームがまとめてありますので、よかったら見てください。ではまた明日。